世界大学ランキング日本版で東北大学が1位で、私たちの東大は3位だったと。納得いかなくないですか？国際なんかどうでもよくないですか？ちょっと数字がね、やってんなっていう感じで見たことないですよ、世界ランキングで東北大の名前そこのあったんで。早稲田が妙に慶応に勝った。では始まりました、マチェチャンネルです。さあ今回はチェンジオブチェプいやカリスだ。はい、ということでカリスさんですね、東大出身のカリスさん ですね、一応東大です。はい、一応東大です。で東大入って東大博士まで出た AI 博士にちょっと聞きたいんですけど、世界大学ランキング日本版で東北大学が1位で、私たちの東大は3位だったと。3位、え、なんすかそれ。どうして？僕日本一の大学だと思って東大入ったのに、もう僕16位で東大入って、よし日本一の大学入ったとか、もうその韓国の方からもう海を越えてきたのに、にもかかわらずもう3位だと。いやー、これも選択を完全にミスちゃいましたね。これもう明らかに東北大も入るべきでしたよね。いや、もはやもう名前も変えた方がいいんですか。もうすごい、そんな、なんでなんですか、ちょっと、これ、なんですか。そうですね、しかもね、これ、スコアもめっちゃぶっちぎりで、もう1位ですね。83点。そうですね。なんでなんですか、これ。総合スコアで、教育リソースが84。あ、教育リソースは東大が勝ってるんですね。そうですね、はい。教育成果が上だ、東北大。国際性は、まあ、10点ぐらい差ありますね。国際性が随分差がある。そうです。で、国際性とは何かというと、外国人学生比率プラス外国人教員比率プラス日本人学生の留学比率プラス外国語で行われている講座の比率みたいで。ああ、そういうこと。要は海外の人どんぐらいいるのかという感じですね。別に国際性がどうでもよくないですか。東大だけ確か学部だった50人に1人ぐらいしかいないんですね、うん、外国留学生って。もう2クラスに1人ぐらいしかいなくて、まあ、インだと少し増えるんですけど、やはり他大と比べて全然少なくて、うん、多分そういうところでめちゃめちゃ点数下げたということなんじゃないですかね。じゃあ納得いかなくないですか、これだったら。まあそうですね、特に納得いかない教育充実度の方で、はい、というかここなんで教育のところしか入ってないのかというのもありますね。別に大学って教育機関じゃなくて、どっちかというと研究機関に近くないですね。大学院だったりあるので、多分その辺をもうガン無視したからこういう結果になったと思う、ね、本当にまあ研究成果とか見れば多分東大ここだったらもう遠くこの辺ぐらいじゃないですか。ちょっと数字がねやってんなっていう感じしたよ。そうです、ちょっとなんかもう賄賂を上げて東北大から、そう、東北大のプレスリリースに出してもう2年連続1位とかなんか流してましたね。いや、これはちょっとね、どうなんですかね、なんでこんな風にやってんですかね。そうですね、まあ相良豪一さん大歓喜みたいな。でも他のところもあるんですよね。他のデータもあって、しかもこれ同じところで出した結果もありまして、これが Times Higher Education というところの World University Rankings の日本版のところは、まあさっきのところで東北大が1位なんですけれど、でもここで普通の世界ランキングの方も出して、そのランキングを見ますと東大が36位なのに対して、世界で東北大何位だと思いますか。日本版で1位で、まあ東大が3位じゃないですか。だったら、上にいなきゃいけない。そうですね、36位より上じゃないといけないです。何位ぐらいだと思います。いやでも見たことないですよ、世界ランキングで東北大の名前そこのあたりで。だって東大、京大、阪大しか見たことないですよ、そのランク。まあ実際東北大って201位から250位の間みたいで、まあ間なんで出さないかというと、もう低すぎるとなんかかわいそうだから、もう正確な順位すら出さないっていう。それクライテリアンっていうか、あの基準違うんですか。そうですね、だからこっちだともっと研究成果とか、まあ、みんなからの評判だったりとか、そういうのを大事にしてるので、普通の世界ランキングだと圧倒的に差がついてるんですけど、日本版だともう謎の教育のところと、しかも国際性のところばっかり評価してるんで、それでも1位ということで、もう東北大の人たちとめちゃめちゃ専念しまくってるじゃないですか。だからもう何なんだこれみたいな感じですよね。数字のマジックやってんのか。そうです、ね、東北大学どうやってやったんだ教えてくれそして日本版だと4位が東工大。そうですね。で世界版だと301から350。大阪大が随分低いんですね、この日本版のやつ。そうです、ね、5位九州、6位北大、7位明大、8位に阪大です。そうね、だいぶ低いですね。おい、これ鼻おでんがぶち切れる積分サークルも。しかも阪大なんか日本で、まあ、3位みたいな感じで、はい、いつもなんか宣伝してるのにかかわらず8位だったよみたいな、なんでこんなに低くなってんですかね。しかも、はい、なんかこれギリギリに名前入ってるのが、はい、あの上品
智大学って知ってますか？ああ、上智大学知ってますか？知ってますけども、じゃあ、うん、上智大学20位みたいですね。上智大学はまあ国際性のとこでね、圧倒的に有利でしょうね、やっぱり。そこだけ81で高いし、ただまあ教育リソースが圧倒的にビリみたいです、ね、低い43。教育リソースは低い。教育リソース、東北だっての半分しかないみたいですね。教育リソースは何を基準してるんですか？もうお金どれぐらい持ってるのかとか、多分教員の数がどれぐらい、まあ、学生1人に対してどれぐらいいるのかっていう、そういう話かと思います。なるほどね。いやだからこの教育充実度もね、あ、だって教育成果なんか阪大めちゃくちゃ高いのに、そうです、阪大だって北大より高いじゃないですか。そうです、ね、北大より高いのに、ま、だってこれだと京大が1位で、まあ、2位じゃないですか、だって阪大教育成果でも国際性が国際性がめちゃめちゃ低いっていうことで下に下げられてるってことで、ね、そうですね。何ですかこの数字のマジック。もう分かんないですけど、これだからもっと基準値みたいなのがいっぱいあるってことですね、実は多分。そうですね、だからそういうの評価してるから、世界ランキングとかだとまあ順当に僕らにしてるような順位になるんですけれど、この謎の、まあ、この日本版で、そもそもここ、ね、日本版しか出してないんですね、うん、世界の大学ランキング出すところ別に韓国版とか中国版とかの、うん、まあ、シンガポールでそういうの出してるわけじゃない、日本版だけならなぜか出してるんですね。何のために出してんねんっていう謎のこの4つのポイントは一体何なのか、ね、謎の4つのポイントだけ決めて、謎の日本ランキング、日本のためだけになんか出していて、そこで東北大が1位という、これは何かしらもうある意味そうですね。早稲田が微妙に慶応に勝っている。教育リソースが全然、ね、慶応の方が上なのに。そうです、ね、圧倒的に上。教育充実度を負けて、成果も、うん、成果も慶応の方が上だ。国際性で慶応の方が低い、圧倒的に。そうなんです、ね、あららら、なんかで慶応って言ったらそんなイメージだけど、あ、まあ多分早稲田国際教養あるんで、うん、ああ、あと外国人 その留学生が多いんですね、早稲田って。すごい入りやすいみたいで、中国人にめちゃくちゃ人気です。あと、うん、あの有名さが全然違うんで、うん、あと僕の知ってる人でも、まあ、これ今名古屋大が7位で早稲田が13位なんですけど、名古屋大から早稲田に変えた人います。あの有名じゃないからっていう理由で、中国人とかにもその慶応出てます、はぁどこみたいな感じで、インは東大ですみたいな、こんにちはお友達になりましょうみたいな。なるほど、そういう感じなんですよね。もう我らもう一応東大ですって、まあ、このために存在したという。だからまあ真の東大は東北大だけれど、なんかさ東京大、まあ、一応これも東大とで略すことはできるので、じゃあ一応東大ですということで、はい、ということで今回は世界ランキングでなんで東北大が1位というですね、謎に迫ってみました。彼氏さんと、はい、ありがとうございました。そうですね、なまあ僕が多分いなくなったからじゃないですかね。おお、なるほどね、まあ、僕がいたら何だっけ、国際性のランクもっと上がってたり教育成果もね、もっと上がってたかもしれないですからね。かもしれないですね。そうでした。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。チェンジオプシェフじゃない。